起きているか？お前も気づいたのか？毎日の修行の賜物ってやつかな。いや、お前はここにいろ。俺が確かめてくる。もし族が二手に分かれてたらどうする？相手が人間ならまだいいが、もし鬼か、鬼に並ぶほどの力を持つ連中だったら、ここの兵じゃ戦えない。お前をここに残していくのは、いざという時のためでもあるんだ。ここに残ってくれ。ああ、分かってるさ。ここのことは頼んだぞ。臆するな！所詮敵は一人だ！全員でかかれ！なんだ、逃げることしかできんのか！お前は人間とは比べ物にならん力を持つ鬼なのだろう。くそ。へ、聞かねえな。こいつらはおとりか。夜中にいきなり部屋に入ってくるから何事かと思えば、くせ者が屋敷を取り囲んでいるだと。仮にそれがまことだとしても、お前に叩き起こされる言われなどないはずだが、我が家臣は猛将として名高い者ばかりだ。仮に私の命を狙っている者がいたとしても、返り討ちにしてくれる。殿、ここは彼らの言うことを信じてみましょう。今まで和武は嘘を申さなかったはずです。鬼の娘というのは口の聞き方を知らぬらしいな。明日になれば容赦なく叩き出してやる。
残念ですが、叩き出すのは今すぐにしてほしいんですけど。ま、今すぐ叩き出さなくても、それほど問題じゃないからいいかな。ダメですよ。動こうとしたら爆発しますから、気をつけてくださいね。貴様、何やつだ？わかった。あれ？なんか怒ってます？なんだろう、初めて会ったはずなんですけど。あれ？それって僕じゃない？そっか、同じ姿しているから。うん、まあ間違いじゃないですよ。その方が都合も良さそうだし、そういうことにしておきます。痩せ姫を知ってるってことは、君も鬼なの？ああ、思い出した。君を遠くから見たことがありますよ。ああ、ここにいるのは数だけだけかと思ってたんだけどな。じゃあ、改めまして。僕はそこの石田三成に用があるので、君にはどいていてほしいんです。ああ、あの薬ですか。あれって僕もよく知らないんですよね。任せっきりだし。痩せ姫の件は残念だったね。まあ、諦めてほしいかな。それでですね、今日の目的は、そこにいる石田三成なんです。君は関係ないはずだし、怪我をしたくなかったら、どいてくれませんか？同族だから最初に忠告したんですよ。ダメなら、一緒に死んでもらうだけですけど。お前、あれ、君には当たらないようにしたつもりだったんだけど、なんで飛び込んでくるんですか？人間なんて価値もない生き物ですよ。かばうつもりならやめた方がいいですって。おかしいな。僕の言葉通じてますか？通じたなら、そこをどいてほしいんです。そうですか。残念です。
大丈夫か？本当に大丈夫ですか？痛いなら無理はしない方がいいですよ。同族なんだし、できれば殺したくないかな。手加減しているんですから、早く諦めてほしいです。でも、もう時間がないから手加減もできないですよ。そろそろ終わりにしないとね。手加減とか、ずいぶん回りくどいんだな。遊びの時間は終わりだぜ。遅くなってすまなかったな。敵が多くて、倒すのに手間を取られちまった。あれ、もう来ちゃったんだ。あの人たちって使えないですね。足止めもできないのか。俺を足止めする？お前は、それだけの目的で、あいつらを。命を使い捨てにしたのか。あれ、なんで怒ってるんですか？使い捨てたのは人間の命ですよ。むしろ君たちが忌み嫌っている人間が減ってくれて万々歳って感じじゃないんですか？鬼だろうが人間だろうが命の値段に違いはない。たとえどんな状況でも使い捨てられていいもんじゃないんだよ。これで終わりだ。クソ。ふう、噂通りの頑丈さですね。予想以上で驚きましたよ。2対1じゃ分が悪いし、ここでやめておきますね。諦めたわけじゃありませんからね。僕は個人的にも、あなたに恨みがあるんですから。では、また会いましょうね。待て！すぐに後を追うぞ。まだそう遠くへは行ってないはずだ。例の資格は見つかったのか？いや、残念ながら見つけられなかった。お前たちは、あの資格と関わりがあるようだな。あの者は一体何者だ？それは、
話しちまってもいいよな。家康が刺客を送ってきたか、私の計画を蹴取って暗殺しようと図ったか、それとも上杉征伐の最中に余計な真似をするなと脅しているつもりか。五大老筆頭が聞いて呆れる。やはりあのような面従腹背の輩に宝家の命運を委ねるべきではないな。宝家を守るためにはやはり我々だけでは力不足か。いろいろあって疲れただろ。少し休んどけ。明日は長時間走るんだろうしな。いいから休んどけって言ってるだろう。お前が倒れたら、後で俺がじいさん方に叱られるだろうが。